ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG E53 2018年式1万5000キロこちらの車両になります。今回は割とパパパッとショートバージョンでご紹介させていただいて、はい、うちが紹介するにしては結構さらっとした車いつも結構こう改造してる車とか紹介する機会、ね、まあでもこれもまあそこそこやってますけどね。なんでこちらをさらっとご紹介させていただいて、はい、E クラス結構探してる方とかも多いと思うんで、もう E クラス特に53、はい、こう買えっていうのを、うん、買うべき仕様どこをチェックすればいいか、はい、その辺を月村視点でお届けしたいと思います。はい、でまずE53 なんですけど、うん、まあ、他にも43とか63とか、まあ、通常のグレードメルセデス AMG じゃない普通のメルセデスベンツの方もいろいろあると思うんですけども、53、43って結構ちょうどいい、うん、グレードというかそうです、ね、ポジションじゃないかな、はい、で63って結構ワイドなんですよ、うん、で音も大きいじゃないですか、はい、ただ価格差的には今そんなにこう割と落ち着いてきてるんで、中古市場で見ていくとそうですけどね、はい、なんで高めの53と安めの63が割と被ってるみたいな、近くなってきてる、はい、だから条件をちょっと落とせば63に届きそうな個体もあるということなんですけども、うん、結構車が違いますよね。そうですね。なんで割と63はちょっとワイドだし音大きいしそこまではいらないんだよなっていう方には43、53ぴったりじゃないかなと、うん、で43と53僕よく分かってなかったんですけど、あの43の後継が53なんですね。そうですね、はい、最初出た時に43が販売されてて、まあ、2018年に53にバトンタッチして43が消滅してるんですよ、はい、日本の場合だと。ということで213かの一応63をまあ別格とするであれば、はい、まあ、通常のラインナップの一番そうです、ね、はい、全部揃っててちょうどいいところかな、はい、でまず外観的に見ていくと今回少しいじり物ということで、はい、こちらボンド浦和で対応させていただいたお客様のお車になるんですよね、はい、なので素性も分かってますし、まあ、カスタマーに関しても当社で全部やらせていただいてるんで、まあ、間違いないかなと。で、つけばさん的に見るべきポイントとかってありますか？まずは僕はボディカラー白黒大体まあ皆さん選ばれますけど、まあこういう仕立てにするときはシルバーはもう相当好きなんですよね。あー、なるほど。こういう車買われる人って、まあ、63とかとはまた別でこの43、53買われる方って少しこう長く乗る、まあ、ファミリー層なんかも多いので、そうするとシルバーって長く乗った時に古く見えない。確かに傷も目立ちにくい、うん、汚れも目立ちにくいってありますよね。たまに211とか走ってるの見ててシルバーだとそんなめっちゃかっこいい、はい、逆にかっこよかった。わかります。そう、白とかだとちょっと古いなって見えちゃうんだけど、なぜかシルバーだと長く乗ってもいい感じで見れるので個人的にはおすすめです。なるほど。シルバー、はい、つけば税率的にはもうシルバーおすすめのボディカラー、はい、あとこのもうちょっとこう暗めのグレーとかね、はい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 、いいと思います。中間色だったりだと、はい、あとは E クラス僕の個人的なイメージですけど結構こう割とハードに使われてる個体が多いのかなっていう気がするんですけど、はい、そんなことはないんですか？まあ、乗り倒しちゃう人もいますからね。なのでそれはちょっと見極めないといけないんですけどね。そうするとやっぱり距離が走ってる車が多かったりだとか、はい、で特に距離が走ってるとこの辺にダメージがあったりとか、そうですね、下側のちょっとダメージがあったりする個体もあるんで、はい、まあ、距離薄買っていただくのが、まあ、間違いないかなっていう感じですね。はい、まあ、3万キロ前後ぐらい、まあ、それより下であればいいと思いますね。で、はい、今回1万5000キロということで、まあ、ちょうどいいぐらいなのかな、はい、そしてペイントのカスタマイズも少ししてあるということで、はい、この辺が塗ってあったりとかですかね。はい、ですよね。このグリルのこのここえこっちも塗ってあるんですかね。こっちか、ね、はい、はい、こっちが塗ってあったりいろいろこの辺も塗ってあるんですよね。はい、はい、ということでこの辺のカスタマイズもしてある。まあこの個体に関しては若干フロント周りの印象はありますけどね、はい、まあ、わずかに、はい、まあ、この辺も言っていただければそうですね、納車時に、はい、補修なんかもできますのでお気軽にご相談ください。そして早速横に回ってていいですか？今回は富士カスタマイズということで、はい、足元が63のホイールになっていると、はい、まあうちで言うともうプチカスタムなんだねあれ世間一般にはそうじゃない？世間一般的には相当なカスタムだと思いますけど、結構なハードなカスタムです、はい、でこれが63タイプのホイールじゃなくて、はい、本物の63のホイールですよね、はい、これ純正買ったら結構しますもんね。 S63 の純正、あ、 S63 の純正なんですかこれ、うん、E63 じゃなくて、はい、ということで S63 純正ホイールですけどもデズラもバチバチでございます、はい、で純正品なんでクオリティも間違いないと思いますし、そうですね、であとはタイヤの溝なんかも割と、まあ、これも距離に比例すると思うんですけれども、うん、今回の場合は、まあ、半分ちょっとぐらいは全然残ってるかなと、は
ただ少しオゾンクラックはやっぱり純正タイヤ出てきちゃうんですよね。なんでこの辺なんかもこの辺のサイズだと結構な金額するじゃない。そうですね。でやっぱりある程度のものを履いていただきたいんでタイヤの溝なんかもチェックしていただいた方がいいですよね、はい、あとは今回ブレーキパッドもデダストタイプが入ってますということで、はい、結構汚れますよね、うん、あっという間に赤黒くなっちゃいますからね。じゃあ買う時もこの辺しっかり入ってるのか入ってないのかチェックすると後々のこう出費が抑えられたりとか。そうですね、まあ高々10万といってもその10万あればねいいもん食えますからね。そうですねそして今回の車はローダウンもしっかりしてあるということで、はい、この辺なんかも、まあ、スタイリッシュに見せたいんであれば、まあ、最初から付いてるものなんか選んでいただくと、はい、まあ、割と余計な費用がかさまないかなとは言ってもパーツ代的には大体5万円ぐらいあれば。そうですね、ローダウン用のロットが買えちゃうんですよ、はい、で前車 AMG ライトコントロールのエアサスペンションということで、まあ、乗り味だったりも間違いないかな、うん、そしてあとは横とかは特にカスタマイズはしてないんですか。まあ、ちょっとこうブラックアウトしてあるぐらいですね。なるほど、はい、エンブレムが黒くなってたりとか、はい、そんな感じですっきりまとめ、あ、これも黒くなってるんですか。そうですね。じゃあ割とメッキパーツが全部消してあって、はい、引き締まってる印象ですね。この辺も細かくやろうと思うと、うん、まあ、時間も費用もかかりますからね。そうですね、はい、まあ、今回はやってあるんでかなりおすすめでございます、うん、そして後ろも同様に S63 のホイール、こちらが装着されてます、はい、なんか純正だけあってめちゃくちゃ似合ってますね、うん、収まりはいいですよね。でスペーサー入れないでこの面ですね、はい、こちらになっております。続きまして後ろも当然 MG のスタイリングパッケージ入ってるんで、はい、まあ、バンパーだったりも性能ものになってるんですけども、マフラーが今回黒くペイントして4本出しのこちらのマフラーになってると、あとその他ここだったりここだったりも全部黒くなってるんですよね。そうですね、はい、なんでこの辺のカスタマイズがされてる車両になっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、当然といえば当然なんですけども、先ほど言ったようにその結構ハードに使われたり二重を使われてる車が多いんで、まあ、当たり前ではあるんですけど、このドアのここも結構こうダメージ来てる車多いっていうイメージなんですよ、なんか E クラスとか C クラスとかって、はい、で今回の車は割と綺麗でございます。ちょっとここだけ溶けてる感じですけど、そして内装ご覧ください。今回はエクスクルーシブパッケージが入ってるということで、まずパノラマのサンルーフがついてると。でこれ単品でも付けられるんですよね、オプションで、はい、ただ今回の場合だとパッケージでついてるんで、まあ、大きく見分けるポイントとして一つ使っていただいてもいいんですけど、単品で入ってるケースもあるんで、まあ、よく見ていただいた方がいいかな。エクスクルーシブパッケージも必須ですよね。そうですね、はい、でパッケージの内容としてアクティブマルチコントロールのシートバッグだったりだとか、はい、あとはベンチレーション、はい、あとダイナミックシート、はい、コーナリングでこうサイドサポートがモコモコって動くやつですね、はい、それもついてますし、あとはアームレストのヒーター、これもパッケージに入ってる。あとエナジアイジングと、あとブルメスター、これ13スピーカーになるんですね。こちらもついてる。そしてあとエアバランス、空気清浄とパフューマートマイザーですね。あと3ゾーンのエアコンが全部セットでエクスクルーシブパッケージなんで、はい、エクスクルーシブパッケージ選んでおいていただけると間違いないかなと。そうですね、ここは、まあ、新車オーダーの時に大概の方はオーダーしてるので、中古車ではついてる個体も多いですけどね。でもまれにパノラマだけなんていう答えもあるんですけどね。なんでまあ価格差見てもらって、まあ、納得の内容であれば大丈夫だと思うんですけど、まあ、これついてるのを選んでいただけると、まあ、間違いないかな。そうですね、はい、あとは今回は車合算ということで、メタルウィーブのこのパネルだったりだとか、はい、ピアノブラックのセンターのパネルなんかも全部標準。そしてシートに関してはこれだから合算を選ぶところここだと思うんですよ、ナッパレザーのシートになるということ で、 そうです、ね、はい、これがスタンダードな E クラスだとこのシートじゃないんですよね、うん、なんで5、3、4、3選んでいただけると内装も豪華になるんで、比べなくても質感の違いは歴然ですからね、見比べるとっすよね、はい、うん、でもちろんそのさらに上にこの6、3なるとダッシュボードがこうナッパレーザーになって、はい、もっと上のもありますけども、うん、5、3かなり豪華じゃないかなと。そして今回の車はこの赤がいろいろアクセントカラーで入ってるシートということで、はい、あとポイントとしては結構シートのへたりも、うん、特に運転席、そうですね、はい、見ていただいた方がいいかなと。ハードに使われている個体なんかも多いんで、割とサイドサポートだったりと、2万キロ走ってる割には少しですね、はい、まあ、ただ座面側は、はい、これ精度調なんで、うん、割とこうへたりが分かりにくい、結構そこまで完全なこうツルツルのレザーだったりするとこうひび割れてる車なんかもあるじゃないですか、うん、なのでこの辺なんかも非常にコンディションが影響しますんで、見ていただいた方がいいポイントじゃないかなと思います。はい、はい、そして今回はこれ車外なんですよね。そうですね、はい、まあ、純正とこうデザインの合わせた回転して出てくるタイプですね。こちらのツイーターも交換してあります、はい、続いてトランク見てみたいと思います。ここもコンディションチェックだけかなと、うん、割とこの辺もしっかりこう使われてるケース、特にゴルフバッグの出し入れなんかも多分多いと思いますんで、うん、まあ、この辺のダメージだったり、はい、あとは意外に多いのはこれ引っかいちゃうと、そうですね、
あと残っちゃうんですよね、うん、なんでこの辺もしっかり見ていただいた方がいいかなと。でトランクに関しては490リッター、これ予習してびっくりしたんですけど、あの AMG モデルと MG じゃないモデルでトランクの容量微妙に違うんですね。うーん、で当然シートは424で倒せますし、トランクスルーにできるようになっております、はい。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が 2996cc 直6ターボ、馬力の方が435馬力、これ43だと401馬力ということで少しパワーアップしてると。でトルクの方が53キロで、組み合わせるミッションの方が急速オートマ AMG スピードシフトですね。通常のモデルと MG で大きく違うのもこの辺かなと。そうですね、で43は、エンジンがそもそも違うんですよね、4353でなんかセッティングが違うだけでしょなんて思われてる方も多いと思うんですけど、そもそもエンジン自体が43は M276 っていうエンジンで、その後継のこの M256 を積んでるのが53ということで、ちょっと仕様が違うと。シリンダーの中も F1 由来のなんかシリンダーコーティングしてあったりだとか、まあ、非常にこう手が入ってるエンジンと、はい、でこれターボが割とこう目立って語られることが多いんですけども、なんとスーパーチャージャー、電動のスーパーチャージャーもついてて、なおかつ ISG、はい、ミッションとエンジンの間に大きいモーターがついてるんですよね、なんでそれで、まあ、燃費が稼げるような 48V のマイルドハイブリッドかな、こちらに主要になっております。あとミッションの方は50対50から0、100までトルク配分できるような、4駆のシステムになってますし、それによって0、100 4.5 秒マックス250キロ、はい、まあ、本国、まあ、国内で選択があるかどうか分からないですけど、ドライバーズパッケージ入れると270キロまでということで、まあ、とんでもパッケージで、まあ、まあ十分なってると、十分以上の、はい、こちらのエンジンルームになっております。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。いきましょう。はい、はい、こんな感じで回転して出てくると。 あと今回の車はレーダー探知機とドライブレコーダー、はい、これも買ったら数万円数万円しますから ね、 そうですね、ついてると、はい、ちょっとお得かなと。あともう一個見るべきポイントとしては、これ今回ちょっとこの線傷がついてますけど、そうですね、はい、ここのコンディションを見た方がいいかなと。そうですね、そしてあとステアリングと、はい、はい、まあ、ここに関してはまあ磨けば、ある程度はね、はい、できるかなと。あとステアリングも割とこうへたりが出るポイントなんで、はい、ここもしっかり見ていただいて。あとペダルに関しては450以上でしたっけ、このステンレスのカバーになるんで、うん、はい、この辺に関してはへたりはだいぶ少ないと思うんですけど、はい、AMG で結構装備いいんですよね、うん、このナンパレーザーのシートも450以上だと、メタルビームもこれ MG モデルのみ、ピアノブラックのトリムも MG モデルのみ、あとレザーアルティコのこのダッシュも、まあ63だとこれナッパレーザーになりますけどね、あとステンレスのカバーこれ300以上だ、はい、はステンレスのペダルカバーもついてくる。あと MG のステアリングになるのもこれ MG モデルだけだと、シートヒーターも標準ですし、あとイルミネーションのステップカバーも450以上でついてくると。あとヘッドアップディスプレイも450以上でついてくると、はい、だとあの個人的になんですけど、後ろの座席結構重要かなと思うんですよね、うん、はい、まあ、もちろんエクスクルーシブパッケージでその3ゾーンになってるかどうかっていうのもそうですけど、はい、この辺の車ってファミリーユースで使われてるケースもあるんで、あの後ろチャイルドシートの跡が、うん、特にレザーなんで跡がついてるのなんかもあるじゃないですか。なんでその辺も見ていただいた方がいいかなっていうのはあります。結構チャイルドシートの跡は取れないからね。そうですよね、うん、よし行きましょう。あとはこの辺の18年か、はい、モデルだと新車の保証を延長しても切れてるということで、はい、通常の新車の保証が3年ですよね。そうですね、延長してると5年、はい、なんで今で言うと2018年モデルは結構より価格が落ち着いてきてるということ で逆にちょっと心配になるのは故障、うん、ぶっちゃけ53どうですか。うちでもそんなに53の販売実績がそんなにないんでね、正直者ですね、うん、まあ63の方が多いですよね。そうだね、はい、そう、うち63の方が多いんでね。 AMG GT4 ドアなんかだと4353結構多いですよね、うん、どうすか聞きます。ただ自分が売った中では聞かないかな、うん、あんまりここ弱いんだよなとか、これなんか故障入ったことあるんだよな、僕もあんまり聞いたことないんですよね、53の故障とか。あんまり、まあ、中にはあるんでしょうけど、うん、まあ、大きいものあんまり噂でも聞いたことがないなっていう、まあ、もしかしたらこれからの可能性ももちろんなくはないですけど、まあまあそうですけどね。ただこれのベースになってるその43のエンジン、うん、1世代前のエンジンでメルセデスの他の車種に積まれてるんですよね、うん、だから信頼性だったりだとかに関しては割と高いレベルかなと。だと ISG、はい、ドーナーの問題あるじゃないですか、うんうん、要はそのエンジンとミッションの間に入ってるそのモーター、
あれって三菱電機製なんですよね。ああそうなんだ。そうなんですよ。もう三菱電機がホームページに載せてるぐらいなんで、はいはいはい、じゃあ安心じゃないですか。まあ、日本人的にはだその辺があるんで、まあ、EV 走行はできないですけど、うん、まあその回生でその充電器貯めたりだとかサポートしたりだとか、はい、あとはセルモーターもなくなってるんでこのクランキングの音もしないと、うん、だハイブリッドって言ってもこう日本車でのイメージしてるハイブリッドとはまだ違うからね。そうですね、うん、本当にマイルドハイブリッドはそのエンジンミッションの間のモーターでサポートしてると。そして今回はローダウンもしてあるということでちょっと乗り心地のレビューもうちょっとお届けしたいと思います。よいしょ。まあエアサスなんでローダウンしてもそんなに乗り心地悪くならないですよね。まあ全然乗れるレベルかなと。ただタイヤは結構これ時間が経ってるからか少しロードノイズはやっぱ大きいですね。なんでまあこの辺も変えていただいてもいいのかなっていう気はします。そして今回の車はリモコンのバルブ開け閉めがついているということで聞いていただいたサウンドはこのリモコン開けたサウンドということですよね。そうですね、はい、はい、あります、はい、そして64色のアンビエントついてると、はい、まあ、なんかやたらとみんなこの青とか紫にしません？そうね、はい、車両紹介のこのデフォルトっていうか一番最初の設定が青率めちゃくちゃ高い気がするんですけど、はい、そして当然モード切り替えもついてるんでちょっと踏んでいいですか。あれこれだいぶ音あれですね、作られてるというか、うん、はい、外で聞いた時より迫力のサウンドになっております。あ、吸気音がしてんのかな。なんかこの辺からすぐ音しますよ ね、 吸ってるのもあるよね、はい、で今63も結構こう価格が落ち着いてきてるんで絶妙なとこじゃないですか、うん、少し距離飛びの63を買うのか、まあ、距離薄の53を買うのか難しいとこだよね。そうですよね、まあ、63の、まあ、デメリットってこともないんでしょうけど結構あんなに音うるさくなくていいよみたいな、うん、パワーもあんなにいらないよみたいな、まあ、あと幅が1900超えますからね。そうだね、そこ結構でかいんじゃないかな。そこをこういかつくてかっこいいで買えちゃう人はそれでいいかもしれないけどね、はいはい、だからミニで言ったらクーパー S みたいな、うん、ジョン・クーパーが63でみたいな、まあ、ワイドボディじゃないですけど、うん、あそこまでいらないんだよなみたいなっていう人にはかなり選択じゃないかなと。いや実は僕5シリーズとか E クラス今ちょっと欲しいんですよ。あ、そうなんだ。そうっす、今自宅、そうっす、まあセダンで、まあ、できれば1方がいいですけど、うん、3だとちょっとこう子供も大きくなってきたんで、うん、狭さを感じるんですよ、はいはいはい、かといって S とか7まで行くとちょっと家止めるのも大変だし、うちかみさんが運転することが多いんでちょっと大変かなっていう、うん、で5シリーズまでだったらなんかこう C の延長線上でちょっとサイズが乗れるかなっていう、はいはいはい、で装備もいいし、はい、で今価格が本当に落ち着いてきてるんで、うん、いいかなっていう。5とかも今全然安いもんね逆に言ったらだからめちゃくちゃいい時期だと思うんですよ今、うん、はあ、まあそういう意味で言えば7ね。ああ7めちゃくちゃお買い得っすよね。お買い得、乗ると超いいからね。7びっくりしたですね。 X7 も、はあ、7なんかだってもう300万円から台から結構そうね極上車あるじゃないですか。メルセデスの半値で買えるからね、はあというわけで今回は郷さんの紹介でした。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、はい、今回動画特典があるんですよね。そうですね、 YouTube 見ましたとおっしゃっていただければこちらのお車、まあ、特別プライスで ご提供させていただきたいと思います。ぜひお問い合わせください。つくむらセールスに直接ご指名いただければ、ご指名いただけると非常に助かります、はいはい、なおさらスムーズにお話がいくんじゃないかなと思います、はい、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで今回はメルセデス AMG E53 フォーマチックプラスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。